1910年のパリのゲテリリックザデの上演時のジョルジュロシュグロスによるポスタードンキショットはジュール・マスネが作曲した語幕のオペラドンキホーテとも表記されるミゲル・デ・セルバンテスの小説ドンキホーテを原作としフランス語の台本はアンリカーンによる1910年の初演時のシャリアピン本作はバスを主役にした珍しい作品であるマスネは主演を務めた ロシアの伝説的バスのヒョードルシャリアピンを想定して作曲をした。1910年2月19日にモンテカルロ歌劇場で初演され、同年の12月にパリのゲテリリック座でも主演版にマルクルシアン・フュージェル、ルシー・アルベルにて上演された。主人公のドンキショットを歌うバスに非常に高度な表現力が求められるためか、上演頻度はウェルテルや、 マノンに比べると多くはない。しかし、ドンキショットは、マスネの5本の指に数えられる文句のつけようのない、傑作の一つである。そのことは、台本の構成の良さに起因しているという評価もある。シャリアピンとマルクーは抜粋ではあるが、録音も残している。なお、シャリアピンは、ゲオルク・ビルヘルム・パプスト監督の、ドンキホーテでも主演している。 ジャック・イベールが劇中歌を含む映画の音楽を作曲している。1882年のアンリカーン・ジャックル・ロラン・ディブレットはセルバンテスの長編小説ドン・キホーテを大まかになぞりながら書かれたフランスの劇作家ジャックル・ロランの儀曲オモナガの騎士に基づいてアンリカーンが作成した。作曲当時67歳になっており、 健康状態も思わしくなかったマスネは礼儀正しいが、猛獄し浮きを離れした騎士に自らを重ね合わせ、気が強く、根本的には、繊細な心を持った豪欲なドゥルシネに野心的なリュシー・アルベルを重ね合わせており、自伝的要素が認められる。ドゥルシネは、男性作曲家たちが浮気な女にふさわしいと思っているような、若さを持った軽薄な女性として描かれている。 彼女はタイスの妹なのだ。なお、ルシー・アルベルは、マスネの40歳年下であった。大二幕で、サンチョが歌うアリア、一体、どうしたら良いと思えるのかで、女性批判を面白おかしく展開するが、この歌詞は、モーツァルトのドン・ジョ・バンニのカタログのアリアを意図的に模倣したものとなっている。パロディと見ることができる。長ある撮影によるルシー・アルベル本作は、 スペイン情緒にあふれており、マスネ晩年の作品ということもあり、教習を誘うような歌謡性の強いメロディーが多く、盛り込まれている。ドンキショットがマンドリンを手にドゥルシネ歌うセレナード、星が現れる時を支えるオーケストラは、手の込んだ微妙な響きの音楽を奏でる。風車に挑みかかる、サイの楽曲は、マスネのオーケストラの表現力を、どうなく発揮させた音楽は、 聞き応え十分なものになっている。第四幕の三著のアリア、笑え、笑え、哀れな理想家をは、バリトンの表現力を生かした名アリアで聞くものに、改めてドンキショットのキャラクターに共感を抱かせずには、置かない。シングルオブオペラ時点では、風車の場面、祈りの場面、二つの全く異なった世界が一瞬であって、再び分かれていく二重章そう、私は、 あなたの優しさに心を痛めています。そして何よりドン・キショットの死の場面にはマスネーの感性の豊かさとつつましやかに示された熟練ぶりをはっきりと見て取ることができると結論づけている。1910年の初演の後、1912年1月27日にアメリカ初演はニューオリンズのフレンチオペラハウスにて行われた。 イギリス初演は1912年5月18日に、ロンドンのコベントガーデンドイヤルオペラハウスにて、行われた。本作は、シャリアピンとマルクーの後、ボリス・クリストフ、ミロスラブ・チャンガロビッチ、サミュエル・レイミー、ニコライ・アウロフ、ジョゼ・バンダム、ルッチェーロ・ライモンディ、フェルチョ・フルラネットといった歌手たちによって歌われてきた。日本初演は2000年5月7日にピエロ・ファッジョーニの、 演出、アラン・ギンガルの式、主演ライモンディ、ミッシェル・トランポン、マルタセン、新生日本交響楽団、新国立劇場合唱団、藤原歌劇団合唱部他の演奏で、新国立劇場にて行われた。1910年のパリ上演で、三頂を演じたリュシアン・フュージェール1932年の、バンニマルク舞台裏、約2時間2分時と場所、14世紀末頃の、 スペイン王のレドーミエによるロシュナントにまたがるドンキショット。祭りの日、スペインのエルソポート村の広場独立した序曲はなく、スペイン風の活発な前奏が、踊りと民衆の叫び声と共に幕が開く。街は祭りで、賑わいを見せている。大勢の人が集まってきている。広場の一角では、評判の美女、ドゥルシネに4人の求婚者、ペドロ、ガルシア、ロドリゲスそして、ジュアンが、 美しい人よ、姿を見せて、とセレナードを歌っている。ドゥルシネは、バルコニーに現れ、若く美しく幸せであると女の人生について問う一番目の、アリア、女が20歳になっときを歌うが、漠然と人生に物足りなさを感じていることが暗示される。そこに自ら、遍歴の騎士と名乗るどんどんキショットで、ラマンチャが登場する。彼は年老いた馬、ロシュナントにまたがり、 活服がよく気の短い月人のロバにまたがったサンチョパンサを従えている。ドンキショットは時代遅れの騎士の格好で錆びた鎧を身につけ槍を持っている。お祭り騒ぎに浮かれる村の人々はドンキショットたちを温かく歓迎する。ドンキショットはサンチョに貧しい者たちに施しをするように命じる。サンチョはこれで自分たちの夕飯が惨めになると嘆く。 四人の求婚者たちは彼を本当に美しいが、あの身持ちの悪いドゥルシネを妻にする気なのかと馬鹿にする。やがて夜が訪れると、ドンキショットは、ドゥルシネに恋焦がれてセレナード、星が大空に芝叩く時を歌い始める。するとドゥルシネに求婚中のジュアンが現れセレナードを、遮って、決闘を申し込む。しかし、ドンキショットはお前を殺す前にセレナードを、 歌い終わらねばならぬと言って歌い続ける。そこに、ドゥルシネがバルコニーから現れ二人をなだめる。ドゥルシネとドンキショットの愛の二重賞となるが、当然ながらドゥルシネは本気ではない。純真な老人、ドンキショットをもて遊ぶように、昨日盗まれたネックレスを、盗賊から取り返してほしいの、と思わせぶりな態度をとる。ドンキショットは、怒りと正義感に燃えて、 二つ返事で明日出発すると伝える。決闘の話は立ち消えとなり、ドンキショットは盗賊退治の話に気を取られている。求婚者たちの嘲笑も耳に入らず、ドゥルシネが歌う女が20歳になっときが遠くから聞こえてくるのだった。風車に突進するドンキホーテ広大な田園、夜明けドンキショットと山ンは盗賊たちを探して田舎の参道をさまよっている。 ドゥルシネへの愛の歌の試作に余念がないドンキショットは即興で恋歌を歌う。現実主義者のサンチョは、そんなドンキショットのドゥルシネ参加に反感を抱き、一体どうしたら良いと思えるのかとおどけた調子で歌う。これは女性に対する憤慨の歌で、女は男を不幸にするために作られた、みだらで、抜け目のない悪魔だというものでドゥルシネも、例外ではない。彼女は、 女の力をあなたに行使しているのだというものである。しかし、理想主義者のドンキショットは全く理解することができない。やがて霧が晴れて視界がはっきりしてくると、ドンキショットの視界に巨大な風車が現れてくる。それを打ち倒すべき邪悪な巨人だと思い込んだ彼は、三女の静止も振り切って無謀にも突撃していく。しかし、その風車の羽根が、 ズボンに引っかかり空中高く吊り上げられ、集体をさらす。ラシェラの山の中ドンキホーテとサンチョドンキショットが、感じていると思われる、赤稜感とドゥルシネへの同型を暗示するような、前奏で始まる。ドンキショットはこここそ盗賊たちの通る道であると、確信し、荷物を下ろして待ち伏せすることにする。サンチョはこんな恐ろしい場所であえするなんてごめんなと、不平をこぼす。サンチョは、 疲れて草の上でうたた寝をしてしまう。ドンキショットは騎士というものは相手の攻撃に備えて準備しておかなければならないと言い、槍にもたれかかっていたが寝てしまう。すると隙をついて盗賊たちが現れる。サンチョは真一発のところで逃げ出すことに成功するが、ドンキショットはあっさりと捕まってしまい、袋叩きに遭う。盗賊たちは早く殺してしまおうと騒ぐ。 誇り高きドンキショットは死を悟り、主よ、我が魂を受け取りたまえと高血な祈りを捧げる。オルガンを伴った神々しい歌唱は場の雰囲気を一変させる。その全く同時ず毅然とした態度に深い感銘を受けた盗賊の首領は、ドンキショットに一体どこへ行くのか何が望みなのかと尋ねる。ドンキショットが、 我は変歴の騎士なりと心情を高らかに歌い上げ、愛する女性のネックレスを取り返しに来たのだと伝える。狩猟は盗んだネックレスを返すばかりか、盗賊たちはこの高貴な老人にひざまずき敬意を表し合唱する。ドンキショットは盗賊たちに神のご加護を願って立ち去る。この短い幕は、マスネが創作した場面の中でも最も完全なものの一つである。衝撃的なものから、 共振、そして純粋な感情までが完璧な形で扱われている。ドゥルシネの家の中庭でのパーティードン・キホーテとドゥルシネ、三著幕が開くと、古いロマンス風の部曲が遠くから聞こえてくる。パーティーで、ドゥルシネは退屈な婚約者たちに囲まれつつ、女の人生について問う二番目のアリア、愛の日々が過ぎ去ってしまった時で、もっと刺激的な生活への憧れを歌い、続いて、 ギターを弾きながら、愛の喜びだけを思い描こうを歌う。夜食を、皆が食べに行くので、誰もいなくなると、使いの山頂が現れ、盗賊を倒した、ドンキショットの到着を知らせる。ドンキショットは忠実な働きに対する報酬として、夢の島を与えると山頂に約束する。ドゥルシュネの招待客たちはすっかりドゥルシュネの、旧婚者気取りのドンキショットを嘲笑している。そこに、 ドゥルシネが現れると、ドンキショットは勝ち誇ったように取り戻したネックレスを渡す。すると、ネックレスを全く取り返せると予期していなかったドゥルシネは驚き、大声を上げて喜ぶ。そして、ドンキショットを抱きしめ、世界一の英雄と称える。ドンキショットは大真面目で、ドゥルシネにうやうやしくプロポーズする。結婚と聞いたドゥルシネは笑い出し、取り巻き連中もつられて笑い出す。 ドンキショットの誠意にいたたまれなくなったズルシネは取り巻き、電柱をその場から立ち去らせる。そして、私は、気前よく、誰にでも、愛情を与える遊び女であるから、あなたにふさわしくないとドンキショットの誤解を解き、定重に、プロポーズを断る。心優しい純粋な老人をもてあそんだことを悔いて、そう、私は、あなたの優しさに胸を痛めていますと歌って謝り、 美しい二重章となる。失望し、吊るし寝を諦めたドンキショットは、彼女の率直さを称賛するので、彼女は感動して立ち去る。昇進の主人に、客たちが浴びせる、心ない霊賞に怒り狂った三女はありや、笑え、笑え、哀れな理想家を歌い、必死に辛辣な言葉でやり返す。そして二人は、中庭から立ち去る。 ドンキショットの後ろ姿を祝福するかのような音楽が、還元楽によって奏でられる。マドリードのドンキショットとサンチョの銅像山あいの小道、夜、ドゥルシネの悲しみと呼ばれる短い女装が、チェロの独奏を伴って静かに奏される。衰弱しきったドンキショットは、星が明るく照らす、森の中で最後を迎えようとしている。サンチョは、ドンキショットを、マントで包み、 衰弱していく主人の体を温めようと焚き火をしている。ドンキショットは自らの役割もこれで終わりと悟っている。木に寄りかかってドンキショットは山頂にやると約束した夢の島について静かに語る。それはドンキショットが持っている唯一の夢の世界の財産であった。そして遥か木星を見上げるとドゥルシネが歌う声が聞こえてくるような幻覚を見る。 ついにドンキショットはその歌声に応えるかのように静かに息を引き取るのだった。山頂は年老いたドンキショットの体に泣きすがって敬愛するご主人様、と心が引き裂けるような叫びをあげるのだった。ありがとうございます。